さて江ノ島頂上に着いたってことでいっぱいやりましょう。モーゼルワインのねシュペートレーゼですよ。かなりね上のランクですね。どうだったかな、クバリテーツの上がカビネット、カビネットの上がアウスレーゼ、その上がシュペートレーゼだったかな。ね、そうやってね階級が上がるごとにねドイツワインってキフワインどんどん甘くなってきて近づいていくんですよ。だからこれもね相当甘いんですよ。で度数がね、あこれ弱いね、 8.5 度。ストロングチューハイの方がね最近のそっちの方がよっぽどね濃ゆいですよ。だがね酒っていうのはね度数だけじゃないですよ。今日はねなんかね江ノ島でねモーゼルワイン飲みたいって、これがね目的でね今日は歩いてきたんですよ。とにかく飲みましょう。今日はねなんとちゃんとねグラス持ってきたんですよ。いつもねラッパですからね、たまにはちゃんと、ね、グラスで飲みたいですよ。こういうね、キャラですからね、エミリアですからね、これねアクアだったらラッパでもいいんですけどね。とにかく注ごう。色はちょっと薄い感じですね、まあ、味ですよ問題は。では乾杯。いや相当に甘いですね。いやこれ下手したらね、ブドウジュースより甘いかもしれません。甘さの中にもねこのふくよかな、ね、広がりがあるんですよね。こういうわけだからあんまりにこう料理と一緒には向かないんでしょうね、まあ、デザートワインってやつですか。食後にこれだけを飲むとか、あるいはそうだねケーキとかクッキー、そういうのに合うのかもしれませんね、こういう甘いのもね。体使ったとはもうこれでいいって感じですね、いい感じです甘いのは。飯は単純ですよ、もうこれで十分。しかもねこれ3割引きですっていうのもね、もう消費期限が近いって、あやべ消費期限昨日で切れてましたね。まあいいでしょう、1日ぐらい過ぎたってね死にはしません。たとえ当たったとしてもねこれは自己責任です。別にね不廃臭してない、大丈夫でしょう。いただきます。問題ないですね、やっぱりね新鮮じゃないですからね、出来立てのふんわり感はないくて、ちょっとねべちゃっとしたちょっとねこう潰れた感じしますけどね、でもね問題ないです。全然食えますね、大丈夫です。少し塩気の効いたマーガリンパンとねこのワイン、ドイツワイン、このシュペートレーゼが合うのかどうか、まあ、ちょうどいいですね。マーガリンぐらいの塩気だとね、逆にこっちのね甘みが引き立ってね、両方とねこう味が殺し合わずにねこう助け合ってね、ウィンウィンの関係ですよ。いけますね。これがね、濃厚なねなんかこのアンチョビーみたいなそういうやつだとダメなんでしょうけどね、ましてやステーキとかだとね、これぐらいならねパンとワインでいい感じです。合うね、これほんとねいい感じですね。つまみ安くて済みますね。っていうかねこう酒が良ければ良いほどねつまみの方はね簡素でしょぼい方がいいと思うんですよ。つまみがねやたらと味が濃いっていうか美味しすぎると酒の方がそれに負けちゃうっていう気がするんですよね。だからどっちかですよ、飯の方をね豪華にして酒はそこそこにするか、酒をね上級なものにして飯っていうかつまみをそこそこにするか、両方取るとね、まあ、それはそれ贅沢かもしれませんけど、やっぱりどっちか一方を引き立てた方が私はいいと思いますね。今日は当然酒の方を引き立てます。これね1個あたりのカロリー結構ありますよ、145ありますね。これが6だからね、え大体150と考えても900弱ですね。これ十分腹いっぱいになりますからね。食べるって何でしょうね、一食の食事に何千円どころか何万円かけてもね満足しない人もいればね、まあ、私がねケチでせこいのかもしれませんけどね、
まあ、数千円も、その2000円もかかってないですよ。これでね、こんなね、江ノ島の空気のいいところ、湘南をずっと歩いてきてね、で、本当に気分良くしてね、こういったところで、ね、この仕上げで食ってる。これでも十分ね、美味しく味わえるんですからね。いや、本当に食べるグルメってなんだか分かんなくなりますね。パンの方が終わっちゃったんでね、次の食い物はこれ、ブルボンのね、ホワイトロリータ。まあ、お茶受けのクッキーですね。まあ、甘い乾き物なんですよ。まあ、今日のね、ワインがね、もうデザートワイン、まあ、シュペートレーゼ非常に甘いんでね、だったらね、もうこれはね、もうケーキ持ってくるのはちょっとね、重いしかさばるし潰れるしでね、だったらこっちのね、乾き物の甘いやつでクッキーでいこうと思いましてね、これ一つあたり38キロカロリーんで14本、まあ、1つ40と考えて獅子の560キロカロリー、まあ、さっきのパンと合わせたら、まあ、これで十分かなってとこですね。で、今日ねこのホワイトロリータとこのねシュペートレーゼのモーゼルワイン初めて合わすんでね、まあ、どんな感じかなと私としてもちょっと実験なんですよ。まあ、やってみましょう。このホワイトロリータっていうのは、これ包装がね、個包装といってもこうねじってあってね、完全密封じゃないんで、まあ、封を切ったらまあ全部食っちゃった方がいい感じなんですよ。風味はどんどん抜けるしね、しけっちゃうってわけでね、うん、まあ以上今日はこれで全部食っちゃって、うん、せいぜい残っても明日食うかなってとこですが、まあとにかく全部食っちゃう、そのつもりです。うん、濃厚なチョコレートの香り、まあ、ホワイトチョコレートですかね。まあ、これおなじみのもんですけどね。まあ、いただきます。まあ、何の変哲もないホワイトチョコクッキーですね。で、これと合うのかどうか。ちょっとホワイトロリータの方が甘すぎるかな。あ、でもまあギリ合うかってとこだね。ちょっとね、ホワイトロリータの方が甘すぎるんで、こっちのね、この酸味がね、ちょっと立っちゃう感じなんですよね。やっぱりマーガリンパン、あれくらいの甘さがちょうどよかったなってとこですよ。まあこれはね、これだけで飲んだ方が良さそうです。腹の方もね、ちゃんともう食い物入ってるんで、悪い酔いはしないですからね。で、ちょっとね、なんか口がね、ちょっとこのもうちょっと変化欲しくなったなと思ったら、ホワイトロリータでね、ちょっとまた口の中ね、こうカツを入れてやりゃいいって、そんなとこですね。